聞いてくれ、放課後のウフォラブソング。ウフォはいらない。助けてください。あいつはいつまでいるんだ、あそこに。お、動かなければ何もない。はっはっ、おならみたいに見えるからやめていただきたいな。え、じゃあ一体どれぐらいまで待てばいいの？あ、もしやまだなってないのか？なってないのかもしれないね。微妙になってないんかもしれん。うんうん。もうちょっと歩き回っておこう。あいつでしょ、そこにいるの。ほら、いつまでもいるよ。まあ、他の人には見えてないんやろうけどさ。見えとったら不気味すぎるよね。あんなのがずっとあっこに立っとるって。どう？そろそろじゃない？え？あ、びっくりした。お尻の調子が治った。鬼時間かと思ったじゃん。やめてよー。あー、でもよかった。治った治った。お、閉まってる。ってことはこっちから入っていけるね。あー、やっといけるよ。ちょうどお尻の調子が治るのと同じ時間だった。ちょうど同じだった。ん？どこだ？あれ？どこだ？あれ？地下に行くのどっからだっけ？あ、こっちだ、ん？こっち？違くね？あれ？違くね？あ、こっちだ、ん？どこ？あ、この向こう側だ。なるほど、なるほど、あっちだ。結構遠いんだな。よし、じゃあ地下街に入って行きます。待って、入れないから。よし。行ってきます。お、ほらほらほら、もう妖怪おるやん。やったね、この時間か。なるほど。で、サンセットモールにおるって言ったよね。シングコング。あれ？こっちじゃない。駐輪場やった。え、で、ダイナシーはさ、前に捕まえたやつでいいんかな？今回きっちり捕まえんといかんのやろうか。ちょっとわからんのやけど、とりあえず、シングコングだけ。どのあたりにおるんやろ。普通に姿見えとんかな？なんかめっちゃ追いかけてきよる感があるけど。前におったとこにはおらん。こいつらは？違うね。こっちは？あ、全然違うのにぶつかってしまった。ほら、全然違うよ。逃げるとかいう選択肢があればいいのに。ね、ポケモン的な感じで。いや、そんなことはどうでもよくってさ。シングコングなんだよ、シングコング。どこにいるのよ。うろうろしよったら出てくるかな？違うね。あ、こいつや、こいつ。このロックな見た目。おっしゃ、来たー。さあ、ということで、とりあえず、狙おう。よーし、行くよー。あ、必殺技が使えない。なんてことだ。びっくりした。やられたかと思ったやん、一瞬。後ろにやられただけやった。さあ、みんな頑張って。シングコングを味方に。勝利。ちょ、全然見えんけど。来い来い来い、シングコング。来ないー。マジか。またシングコングを求めてうろつかねばならんのか。どうだ？現れてくれる？現れない。とりあえずちょっと。お！いた！他のやつになるべくぶつからんように。また同じ組み合わせやん。おし、狙う。ん？狙う。動きにくいぞ。取り付いた？あー、今こいつの技使っても全然体力減ってないんよね。
ージ完了。完璧なおもてなし。まあでも徐々に回復もあるけんいっか。勝利。こいシングコング、お、レベルが上がった。こいこいこい。お前かーい。倒したなんでなんが近づいてきた。ほんとなんでなんよ。バトルした後に友達になりたくなるのってなんでなぁ。なんでなんと友達になりますか。まあいいよ別に。なんでなんと友達になった。なんでなんにニックネームをつけません。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。さあもうすでにさ友達にもなってるからね結構前に。シングコングではない。こっちは、あーもう全然違う。シングコング、やっぱり仲間にする系のクエストはさ時間かかるね。おい来い。何逃げようとしよう。お、2匹だ2匹。よし。うわ、めっちゃ近づいてくるやん。ドアップなんですけど。じゃあちょっとそのまんま。やっぱ一番前まで来たらめっちゃでかいね。よし、チャージ完了。そしてちゃんと吹きたまえ。こいつは目はあるんかな。お、技オッケー。一応みんな体力多分満タンやと思うけどね、減った時のためにチャージ完了。そして完璧なおもてなし、キラーン。よし、これでちょっとアイテムを相手にと、シングコングがキャッチ。普通だぜ。普通って言われた。何が好きなのシングコングは。みんな取って取って取って、シャシャシャっと。めっちゃ歌うやん。はあ、神よ。意味が違うよね、神のさあ行け。え、あ、びっくりした、死んだかと思った。どう、普通かい。待って待って待って、それ移動してくれないとさ、めっちゃ変な移動ルートになったけど。お、大丈夫か。よし、避けれとる。魂のウーハーボイス。何ウーハーって。おー、ジャイアンじゃねえか。どう、いけるいける。あ、もうその前に、やっつけたわ。勝利。よっしゃ、来いよ、どっちか。来るでしょ。来た。倒したシングコングが近づいてきた。ウフォー、お前のソウル惹かれるぜ。聞いてくれ、放課後のウフォーラブソング。ウフォーはいらない。シングコングと友達になりますか。ほい、もちろん。シングコングと友達になった。うるせえ。シングコングにニックネームはつけません。シングコングの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。シングコングの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よし。で、これで、あとはうんちくまんとこに戻ればいいんかな。ん？これは、あ、いいんか、こっちで。あれ？2階に来てしまったよね、私。はぁ、降りられない。こっちだった。間違えたよ。これで、どこだ？また、ここから上に上がっていけばいいんか。普通に来た道から帰ったんでいいよね。よーし。はぁ、やっと進めるよ。口だけ女ってでかいよね。なんであんなにでかいの？よし。なんでなんとかはこの辺にも出てくるんや。シングコング。シングコングだけ奥まで行かんといかんのか。よし。
あ、こっちじゃない。よし、チャリで。ん、進めねえじゃねえか。あ、こっちか。おーし、行こう。ん、何かしら妖怪が。え、何？ん？お祭りの音だ。お祭りの音？何？怖いんだけど。え？なんだなんだ、妖怪の祭り？全然怖くなかったわ。へぇー。妖怪もこんな祭りをするんや。なんかめっちゃ一匹焦っとった。なんか来た、なんか来た。何？誰？あゆな、見ただに？百鬼夜行だに。いや、ちょっと目の前におるやつ。ほほう、百鬼夜行？何ですかな、それは。妖怪たちのお祭りだに。みんなで夜通し街を練り歩くんだに。夜通し、へぇ。やいやい、そこのおめえ、おいらと一緒に踊ろうぜ。肩乗り小僧。おお、お祭りに誘われただに。せっかくだし行ってみるだに。え、いきなり言われても、私踊ったことないよ。みんなに合わせて踊ればいいだに。やってみるだに、あゆな。マジか。参加するの？おお。え、実際になんかするのか。何これ、どうするの？こけたんですけど。ね、私超こけるんだけど。あ、そういう感じで、こけたよ、こけたよ。あ、待って待って。全然見えてなかった。そりゃこけるわ。やべえ、下手くそ。失敗。マジかよ。全然あの人とも見えてなかった。おめえの踊りには情熱が足りねえ。それじゃあ百鬼夜行の一員になれねえぜ。次に会う時にはもっと熱い踊りを頼むぜ。じゃあな。定期的に行われるんかな。なんか自動的に浜辺に連れてこられたんだけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。